ランページご当地方言クイズ。はい、今回は岡山ってことで、はいはい、皆さんここから岡山弁でお願いしますよ。ジャケ、あのジャケ。岡山弁知らんから、そんな。あ、もう全然違います。じゃあ第1問。倉敷市が日本発祥と言われ、現在でも日本有数の生産地であるものは何でしょうか？いや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 、今度はサービス問題もサービス問題やろうもん。もうめちゃくちゃ。まあまず、うん、気持ちよく正解してもらいましょう。正解はどうぞ。バン、うどん、ジーンズ。いきます。正解はジーンズです。イエーイ。だからジーンズ知ってたから、もうその特注のジーンズとか作りたいなと思ってて、でもまだできてへんわ。いや、めっちゃ関西みたいです、ね。はい、第2問。はい、岡山のシンボルでもある岡山城の別名は何でしょうか？ヒント言います。はい、この城に対比して姫路城があるんですよ。うん、姫路城っていうお城が、うん、そこのお城の名前は別名白鷺城。うん、なるほどね。っていうことですね。これもしかしたら出たかもしれない、正解が。マジですか。じゃあそれでは、答えを一斉に出してもらいましょう。せーの、ドン。ウミス城。黒鷺城。黒鷺城。あ、もう真逆のってことですよね。うん、で、ウグイスはなんでウグイスなんですか？なんか白鷺って鳥おる？おらん？あ、います、います。で、なんか鳥、ウグイスって鳥おる？はい。おらん、おる。うん、やったもんだ。全然対比とか、そういうの無視ですね。そういうの無視で、はい、なんか何か繋がってたらいいな。あ、なるほど。奇跡を、ね、願っとった。願っとった。うん、あ、じゃあ正解発表します。うん、正解は、ウジョウです。次行こう。あー、ウジョウは、ウジョウってカラスって書くんですよ、漢字で。あー、そうなの。で、岡山城は外壁が真っ黒なんですよ。うん、で、姫路城は真っ白なんですよ。うん、じゃあ感覚的に合ってたの。合ってた。あ、めっちゃリクさんは近いです。ね。でもジンさんは全然違う。ウグイスなんて緑っすよ。じゃあもう、次行きますよ。はい、いや、年取り。あらら、いやいや、人に言うばかりで。いや、年上ですから。わかった。お、じゃあここからちょっと、ガチ岡山弁で行くわ。おい、いいね、いいね。それでこそ山椒や。マジ主演は。あ、うわ、怖い、なんか、ディスられてそう。マジ主演は。気になられへんけど。え、どういうことですか、主演。マジ主演。歯がいいわ。歯がいい。じゃあ第3問いくで。はい、はいはい、岡山の人気観光地で日本三名園の一つである場所はどこでしょう？ヒントは、〇〇園です。で、岡山城の近くにあります。多分東京におる人でも普通に聞いたことある。じゃあ2人一緒に見せてもらうね。せーの、ブン。おぉ、長谷園。後、楽園。後楽園。はい、正解は後楽園です。後楽さん聞いたことあるもん、これ。武者修行の時に豊島園か後楽園で迷って。豊島園って全く別の。これはふりかけですよね。ふりかけは違います。あ、はい、日本全国で聞いたから、はい、よっしゃ。正解はジンさんでした。え、漢字も一緒？全く一緒です。じゃあラスト問題。はい、よし。第4問。はい。出た、これまた。岡山県のマスコットキャラクター、ももちを書いてください。はい、これは僕も参加ですよね。はい。岡山といえばで、ね、思い浮かぶ主人公がモチーフになっております。え、岡山のマスコットですよね。はい。じゃあもう絶対わかるんじゃない？その、さっきの淀川のってちょっと難しかったじゃないですか。でも岡山のマスコット、だってさっきもなんなら多分駅で見たぐらいの勢いですね。あの子かな？ももっちですか？ももっちはね、可愛いんですよ。まずはこれが皆さんが描いたももっちの、本当のキャラクターであります。ドン。かわいい。あー、なるほどね。あー、近い。かわいい。近いものがある。かわいいね。もう全く桃太郎ですね。うん、で、まあ、ちょっとその輝きの、意味も込めてこう星がついてると。はい、はいはい、近いものがある。じゃあ誰からいきます？リクさんいきましょうか。いきます。はい、じゃあリクさん正解をどうぞ。あ、まあ、でも、
ぽい。ぽいね。なんかちょっとこう衣装もちょっとこう。桃太郎っぽいですね。まあ星だけなかったけど。はい。まあ唯一言えるとすれば多分女子っすよねこれ。これ多分女子っすね。女子はメンズなんです。ぼっちですってね。はい、性別がちょっと違うから。じゃあ続きましてジンさん。早期さがちょっとあれが違うかったわ。育ちが違うかちょっと感性が。じゃあジンさんどうぞ。落ちてす。うわもうやばい。待って、こんなに怖い。もう怖い。もうさ、ここやと思った、ほんまに。ここやと思うよ、ほんまに。しかも、じゃあ、ほんとに聞きたいのが、これなんすか、これ。これ、ハッパハッパハッパ。いや。なんか、ほんまにこれ見たことあんねんって、こういうの。かっこいいね。確かに。うわっとゆめちゃんといいさ、もうちょっと今怖いわ、ほんとに。なんでキラッとしてるんですか、しかもこれで。そう、ちょっと、あの、綺麗な、こう、面なんだ、キラキラ。うわぁ、怖い。少女なんだ、もう、考えることが怖いっす。じゃあ、いいっすか。はい、正解。正解出してくれ。はい、じゃあ、僕が書いたももっちはこれです。ダーン。うわっ、おぉ、すげぇ。まんまじゃん。これはもう、正解ですよね。すげぇ。もう、それが出てくる。さすがに。うまいね。うまい。すげえすげえすげえすごいわ。これはもういろんなところでももちろん。おお、ちょっと感動した、はい、交通安全とかも言ってくれるんで。あ、はい、そうなんや。そういうところで見てます。じゃあ、ね、正解は僕でした。以上、方言クイズ、いい岡山でした。ありがとうございました。イン埼玉。今回は大阪ということで関西魂見したるわ。持ってへん持ってへん。これは気持ちいいぞ、これは。なんか大喜利みたいなせいってこと。あ、ミキさんやっちゃってよね。ん？ミキさんやっちゃって。まあやってるね。待って、怖い怖い。